1688年のベオグラード包囲戦では、バイエルン戦帝国、マクシミリアン2世率いるハプスブルク帝国軍がオスマン帝国と戦い、ベオグラードを占領した。ベオグラードは1世紀半以上もヨーロッパにおけるオスマン帝国の主要な要塞だったが、大トルコ戦争中に、1688年9月6日、1ヶ月の包囲戦を経て占領し、帝国主義者は、 戦略的に重要な前哨地を得た。オスマン帝国は2年後の包囲戦で奪還したが、オイゲンフォンザボイエンにより1717 17年の包囲戦で再び失還した。オスマン帝国は新生同盟との戦いで、いくつかの大敗北を起死しており、オスマン領に侵入して、メフメト四世が対する危機に発展した。新生同盟はこの危機を利用して、 オスマン帝国を攻撃することに決めた。目標の一つに、ベオグラード占領があり、そこは当時ヨーロッパにおける、オスマン帝国の最強の要塞ベオグラード、占領だった。新生同盟軍は2方向からベオグラードに向かって、進軍した。サバ川に沿って進軍した軍は新生ローマ皇帝、レオポルト一世が率いて、ドナウ川に沿って進軍した軍は、バイエルン戦帝国。 マクシミリア2世が率いた。オスマン帝国の最初の計画によれば、任務を帯びて、ベオグラードから、シャバツとハルバル、グラディシュカに移動したジェイガン、オースマン軍は、レオポルト1世の軍が、サバ川ウガンに渡るのを許さなかったが、ハンガリーのセレスカーのハサンパッシャは、ベオグラードに泊まり、進軍前に、金銭的、軍事的な強化を受けるために待機した。 レオポルト一世の軍がすでに、サバ川を渡り、コースタイニツェと、グラディシュカ、ウナガワ周辺地域を占領したという知らせを受けて、ジェーガン・オースマンは、ベオグラードに戻った。新生同盟軍は、バイエルン戦抵抗、マクシミリアン二世とオイゲンフォン・ザボイエンにより、引きられた。この戦いで、不評98中隊、騎兵77.5戦隊、砲兵98門を要していた。 また、オーストリア軍には、セルビアの志願兵とヨハン・モニステル・ライジャ率いるサービアンミリシャも同行していた。マクシミリアン2世位、オスマン軍は、この戦いの直前に、ベオグラード総督に任命されたジェーガン・オースマンに、率いられた。1688年初頭、ジェーガン・オースマンは、軍と共に、ベオグラードに行き、サーダーのハサンパッシャを、強制的に解任して、 バーカルにあった陣を占領した。彼が率いた軍の総数は25から3万だった。1688年7月30日、マクシミリアン2世は軍を動かして、チータル付近にあるオスマン帝国の全哨基地を占領した。ジェーガン・オースマンは、ベオグラード周辺に軍を配置して、守備隊と住民が逃亡しないようにした。オスマン領セルビアのキリスト教徒の指示により、 彼の軍は、ベオグラード郊外のアストラズニカ付近の中州である、アダツガンリアに上陸した。8月7日、アダツガンリアとサバ川右岸の間にある船橋を配置した。オーストリアの第1部隊500人が、ジェーガン、オースマン軍の砲撃の中で橋を渡った。サバ川右岸に足場を作ると、追加部隊1000人が加わった。ジェーガン、オースマン軍が彼らを攻撃したが、2回の攻撃を、 オーストリア軍が撃退し、ウガンの土地をさらに占領して追加部隊を連れてきた。彼らはベオグラードを包囲して1ヶ月近くも砲撃の目標にした。神聖ローマ帝国軍がサバ川を渡った翌日にレオポルト一世の手紙がジェーガン・オースマンに届き、手紙において彼にワラキアを差し出し、オスマン帝国を捨ててオーストリア側に帰るように申し出た。 8月10日、ジェイガン・オースマンは、オーストリアの施設に返事を書いた手紙を出し、ンから急走した。ジェイガン・オースマンがスラボニアとボスニア全体を要求したため、合意することはなかった。ジェイガン・オースマンは、自分の軍が数に勝ると気づくと、自分のンとサバ川とドナウ川近くのセルビア人が、多いベオグラード郊外を炎上させた。その後、スメデレボに交代して、 略奪と炎上に二日を費やした。ジェーガン・オースマンは、スメデレボを離れ、スメドレバスカ・パランカを経由して西州に向かった。西から、オスマン政府に包囲に関する報告書を送り、ベオグラード防衛に必要な救援と、金銭的な援助を要求した。また反抗的なライアを全滅させることを進めた。サブライムポルトから、金1 0 0袋が送られ、ルメリアのイスラム教徒を、 ベオグラードの反抗的な住民に対処するために動員することが決定した。オスマン軍に対する降伏勧告が拒絶されたので、マクシミリアン2世は9月6日に九州を命じた。最初は帝国軍が動揺したが、マクシミリアン2世と彼に同行した、オイゲンフォン・ザボイエンが軍を再編して外壁から中東地を動かした。マクシミリアン2世の吸収により、オーストリア軍で4000人、 オスマン軍で5000人が戦死した。その後2年間、ハプスブルクの支配下に入り、ベオグラード要塞と町が再建された。1690年の包囲戦で、オスマンがベオグラードを奪還した。ありがとうございます。